お、町が。もがみ川。知らないんですか。知らない。知らないけど知ってる。なんで、逆になんでなんですけど。逆になんでバイク乗ってカフェ行くんだろう。じゃあこっからバンダイアズマスカイラインまで1時間。おお。あ、これが今横道のあれですか。横道に行くためのとりあえず山を下ってるって感じだね。やっぱり気温がちょっとぬるくなってきたな。うん、ですね。あ、でもネオさんね、まあ、走りやすいです。走りやすい？走りやすい、一緒に。割と飛ばしてもね、手にしてくれるから嬉しいですね。まったりツーリングですよ。ツーリングタイヤでそんなにやって大丈夫かって俺は思いますけど。結構やってて後ろパッて見ると、まあ一応距離は保っているから、うん、まあそこまで離れねえんだなと思って見てたんですけど、ツーリングタイヤだからな、それ何かあっていう。あ、まだ新しいからかな。あ、そう、うん、入れてどんぐらいです。どんくらいあったかな、半年ぐらいかな。あ、じゃあまだ結構フレッシュです。うん、うん、それなんてタイヤです。これはダンロップのロードスマート2ってやつですね。あ、はいはいはい、昔履いてましたわ。なんとなくダンロップが好きなんですよ。あ、ですか。難関は難関。難関。難関はドリフトタイヤでしょう。まあでも車の方だと難関で別に普通ですよね。あ、最近評価が高くなってきたみたいで、ですよね。あの国産のスポーツタイヤ並み、らしい。で、やっぱり安いですか。そう、安くて性能が日本と同じぐらい。おー、プリウス。怖いよ。いや、ここはセッター割るじゃねえぞ。プリウスミサイルが飛んできた。車少ねえな。ねえ、気持ちいい。今日本当に土曜日ですよね。金曜じゃねえよな。土曜だよな。ですよね。これで大体降りてきた感じかな。へえ、やっぱ西吾妻スカイバレーめっちゃ面白いわ。面白いですね。うん、あれおすすめですね。バンダイ吾妻スカイラインが、はい、まあ、長いしいい感じのグネグネなんだけど、路面が悪いっていうのがガッタガタなんですよね。だからこうツーリングマップルとかインターネット上の福島のいい道紹介みたいなやつだとバンダイアズマスカイラインおすすめってなってるけど、自分個人的にはそんなにおすすめじゃないんだよな。何時だ、まだ10時、10時6分。だいぶあの頂上で30分ぐらい休憩してたのに。お、街が。おお、綺麗だ。あそこは暑いっすよ、多分米沢市かな。あ、米沢牛ですかね。米沢牛。おお、そう、ツーリング先でその地元のあんまり食を味わわないんですよね。全部スルー。本当それこそバイクから降りるのがめんどくさいっていうのと、あと名物だとあの行列ができてて並ぶのが嫌。あ、時間だね。あ、それだったらコンビニとかでパパッと済ませてで走ってた方が。あ、で前に動画のコメントで、はい、あの余裕が出てくると、はい、そういう行った先で食べ物とか食べますよみたいなコメントがあって、はいはい、あ、なるほど、余裕がない走りってことなんだっていう。ルートをギッチギチで詰めすぎ。あ、今日もそうだけど。はいはいはい、1時間もご飯で撮ってるとホテルの入りが遅くなっちゃう。今日ですら7時くらい、このギッチギチの予定だと、はい、まあ、7時くらいに入れればいいかなっていう。でも一応何かあった時のためにチェックイン予約は9時にしてます。ああ、そうか、うん、いやでもギチギチの方が俺は好きですよ。ギチギチ最高。
私はね、なんか物を食べるとかね、観光地に寄るっていうためにバイクに乗ってるんじゃないんですよ。走るんだと。走るんだ、道が好きなんですよ。いろんな道が見たい、いろんな傾斜が見たい。そうですね、うん、車でどっか行くんだったら、はい、観光地も寄るし、うんうんうん、いろいろ食べるけど、バイクだもん。これ2日だと動画どのぐらいですかね。10ぐらい行きます。2日間で。2日間。はい。喋りまくってるからな。10ぐらい行っちゃうかもな。喋ってるとあれが伸びるんですね。うん、尺がね。まあ、関係ないようなどうでもいいことを喋ってるところは切っていきますけど、はいはい、うん、でも面白い道があるほど長くなります。ああ、そうですね、うん、そうだ。街中走ってるところをあんまりやってもね、うん、でもこういう何でもないようなところで話しながら走ってる映像だと、はい、自分家の前を通ったっていうコメントがね、よくある。あ、うん、そのパターンがありますか、うん、すげえ近所だとか。そう、やっぱりいつも見てくれてる人だと知らない地域の映像ばっかりだけど、うん、やっぱりそこで自分が知ってる近所の映像が出ると、うんうん、変な感じがするみたい。あ、そうか、うん、だって俺なんて、うん、見たことあんなと思ったらすぐ隣にいたって。徒歩10分だよ。徒歩10分って言ってたからね。モスとかで打ち合わせできるのでかいです。やっぱりほら、ね、打ち合わせがね。そうね、うん、その後ね、足を故障で結構時間かかっちゃうから、うん、譲るか。譲りましょう。はい。行って行って。あ、いいですか、うん、お、これは最上川ですよ。あ、なんか聞いたことある、うん、なんで有名かは分かんないけど自分も聞いたことあります。最上川。知らないんすか。うん、知らない、知らないけど知ってる。 あれこんなに細い。ちっちゃいですね、うん、なんで有名なんだろう。いやー、低速やばい。暑い。暑い、やばい。あの、なんか冷感インナーみたいの着てます？はい、一応着てますよ。あ、やっぱり。あれ、ネオさんは今日初導入。あ、上下。違いますよ。違う感じはする。汗かいた時が全然違います、うん、あの、ベタつかないなっていう。あ、そうです、うん、不快感が。あ、ないですね、ほとんど、うんうん、やっぱこうベッチョベチョになって、うん、バーッと走り出すと涼しいです、うん、ああ、そう、うん、これいいわ。どこのやつです。なんだっけな、おたふく手袋とかいう。分かんない。分かんない。業界だと有名な手袋の会社なんだけど。はいはい、うん、自分はそこですね。バイク屋にないです。あ、ない、うん、アマゾン。上下で3000円ぐらいですね。あ、安いですね。バイク屋のやつです。ね、俺もアマゾンの多分中華品。おお。うん、いや、でも大丈夫ですね。前まではシャツとかにつける冷感スプレー、あのメンソールのやつで。それ逆に意味あるんですか？冷たい感じがする。どうなのそれ？冷たい感じがするだけで全然実は冷たくないっていう。で、物理的にはなんないですもんね。うん、温度は下がらない。はいはいはい。まもなく右方向高速入り口です。これ右です。はい、以上道なりです。あ、でこれが無料の道路。そう、右折車線の通行。どういうこと？赤の矢印で発進。当たり前じゃね。うん。なんか特別なことが書いてあるのかと思ったら全然違った。当たり前だった。あれ？え？ちょっと止まってきましょう。うん。てかこれ信号的にまだ行けないよね。うん。だって書いてあるもん。これが右出たら初めてここってことだもんね。そう。ああいう人たちがいるからそこに看板があるんだよ。あ、
まさに目の前で見せつけられたっていうか、こっからこっから入ってくるのはおかしいと思うけどね。あ、道の駅米沢、すげえ、でかっ。本当だ、でかい、でかい。あれはステーキ食えんのかな。いや、食わなくていいな。うん、いらない。まだ涼しかったら。うん、走ろう。あ、ここが支店っていうわけではないのか。うん、でもなんか新しいですよね。新しい。バイク来ましたよ。ここはどうする感じ。いや、マジか、来るの。イエーイ。返してくれた。自分は高速でもバンバンやりますよ。あーです。特にこういう対面のところ、はいはい、もうね、こういう日だと、はい、あの、暑いからお互い頑張りましょうっつって、そういう意味も込めて。よかったね。うん、長いな。長い、あ、ちょっと暑い。来るとき首都高で来たんですよ。どこだろう、新宿から池袋の下入って、はいはいはい、ものすげえ暑かった。あそこ首都高の地下やばいわ、夏。ちょっと熱中症気味になりましたもん。やだ。ああ、これを降ります。はい、福島大座祖。読めない。読めないね。うん、あ、まっすぐ行くと東北道。あ、本当だ。すげえ、前の車北海道から来てますよ。いやー、フルーツライン左。はい、なんかフルーツラインってそこら中にあるな。山梨かな。ありますよね。うん、青。よいしょ。県道5号。バンダイアズマ入る前に給油しますか。した方がいいですね。うん、これの方がね、250走んないんで。あー、250走んない。こっちは400くらい行きましたっけ。350キロぐらい走りますね。あー、うん、全然違うな。350ですっからかんかな。あー、うん、やっぱり高速乗ってる間の安心感が違う。これでスカイラインずっと登ってって、はい、で、あの中間のぐらいのところで、あのでかい駐車場があるの分かります。そこですね。そこで休憩しようかなと思ってます。飯もその辺ですか。飯どうしようか。10時57分。ここ行ったら11時半ぐらいとか。ああ、かもしれない。明日だ、食っといた方がいいかもしれないですね。じゃあ、空いてれば。うん、空いてればコンビニ飯とかでもいいんで。うん、うん、全然。はい、ネオさん、カフェは行きます。ああ、ライダーズカフェみたいな。そうそう。ああ、絶対行かないですね。なんで。なんで、逆になんでなんですけど。逆になんでバイク乗ってカフェ行くんだろうって。いや、俺もそっち派ですよ。バイク乗るんじゃないのみたいな。そんなカフェでなんか話してる暇なんてないんですけど。走ろうぜみたいな。めっちゃわかる。いや、別にあのディスってるわけじゃないですよ、うん、そういうのが好きな人もいるだろうし、うんうん、自分は意味がわからないっていうだけで。あれ、ガソリンスタンドが。あれ、なくね。いや、多分これを、これ右なんですよ。はい、あ、あるあるある。あ、あったあった。あ、ここね、うん、前来た時入れました、ここで。覚えてる。よし、じゃあ左行きまーす。オッケー。はい、おぉ、風が涼しい。なんか普通の動画のこと考えてないで、後ろで普通に自分も全然考えてなかった。あ、そういえば。やバイク来ましたよ。え、やった。
イエーイ、イエーイ、反応がいいです。さすがバンダイアズマスカイレインに通ずる道ですね、うん、このくらいの積載だとそんなにバイクの挙動変わらないな。でもそんなに重くないですよね。うん、満載だと、はい、うん、かなり変わるだろうな。キャンプの時かなり変わったからな。あのフロントの接地感がだいぶ薄くなる。ああ、うん、そうだからね、遊びたい人はね、うん、辛いんですよ。こうやっちゃうと、ああ、そう遊べなくなっちゃうから、まあ、キャンプしつつ、うん、旅するのか、うん、宿で行く派なのかで、ああ、島と俺は宿になりました。ああ、自分も宿ですね、基本。なるべく積載を減らしたい。そうそうそう、もう大人の金で解決じゃん。なんかなんか急にこんなマジか。いや全然なんかそんなやる気なかったのに、うん、まだスタート地点ではないけどですよね、うん、あ、ここだけ、ここだけっぽい。いや、しばらく山道だった気が。あ、です、うん、うん、あ、でもちょっとくねくねしてきた。で、温泉地みたいのがあって、はい、で、そこからスタート、あと 6.5 キロですね。ちょっと薄い峠を思い出す。あー、確かに、ね、なんか確かに言われてすげえ思った。今、舗装が薄い峠直されてすげえ綺麗だから、え、めっちゃ、うん、超フラット。前線、うん、段差がほぼない前線。マジで、うん、めちゃくちゃ気持ちいいですよ今。後で後でこれから。、うん、本当に似てるかどうかを確かめに行く。最悪だ。すげえアホなルート。福島、群馬、栃木。そうですね。鬼すぎる謎ルート。マジで鬼すぎる、うん、あ、くねくねってきた。いいよ。そして、今日、ブレイク。ブレイク。あ、なんかこの白い道ってグリップしなさそうじゃないですか。ああ。あんまりこれはいけねえな。だってこれアスファルトじゃなくてコンクリートだからね。あ、これコンクリートですかこれ、うん、あ、じゃあダメだ。あの海外の道はこんな感じらしいです。へ、うん、あ、そのアスファルトって日本だったんですか。と先進国では日本がアスファルト率がかなり高い。あ、うん、そうなんですか。ヨーロッパの方とか、はいはい、あとアメリカの方とか、はい、ブレイクだと山の方はあのコンクリートの路面の方が耐久性があるから、向こうの方ってもう山道が永遠と続いたりする。だからもうなんだ、補修整備が楽なようにコンクリート。うん、行ったことねえけど。って書いてあった。あ、インターネットに書いてありました。ブレイク。